ようございます。大東国師の結界というものがあります。大東国師は弘安五年西暦1282年に今の兵庫県揖保郡に生まれました。ちょうど鎌倉では円覚寺が創建された年であります。11歳から書写山に登り仏教を学ばれます。さらに禅の道に志して20歳で鎌倉に来て仏国国師に参禅されました。仏国国師からは明朝という名を与えられます。さらに大東国師は南浦常明禅師に参禅されます。大王国師であります。はじめ京都の満寿寺で修行し、さらに大王国師が建長寺に移られるのにも随従され修行を重ねたのでした。26歳の時に大王国師から印花を与えられています。花園天皇に召されたのが35歳の頃でした。小中2年に宮中少量殿にて永山の僧と修論しましたが論破しています。枯れ木元年に大徳寺の法度を落成しております。建武4年1337年にお亡くなりになっています。56歳であります。大徳寺の開山であり明神寺の観山恵元禅師のお師匠様であります。この大東国師の結界を修行道場では呼んでいます。円覚寺であろうと他のどこの臨済宗の本山であろうと今は皆すべて白隠禅師の教えに従って修行をしています。白隠禅師は明神寺の観山国師の系統の方であります。大王国師、大東国師、観山国師の教えを皆受け継いでいるのであります。その大東国師結界の初めに何時ら諸人この山中に来たって道のために神戸を集む餌食のためにすることなかれ肩あって傷ということなく口あって食らわずということなしという言葉があります。修行僧たちに向かってあなた方は仏道のためにこの山に集まってきたのであって餌食衣食のためではないというのです。その後の肩あって傷ということなく口あって食らわずということなしというところが分かりにくいものであります。肩があれば着ることができるし口があれば食べることもできるというのであります。この意味を伝えるために道元禅師の正法眼蔵随文記にある話を紹介しました。講談社学術文庫にある正法眼蔵随文記の山崎正一先生の現代語訳を参照します。また大宗国の万子禅師が道長和尚でおられた頃の天道山慶徳禅師では平常時千人の衣食を賄うだけの資材資産があった。禅道内で修行する者700人、禅道外で寺の仕事をする者300人、計1000人分の計上費を賄う資産である。ところが万子禅師が道長の従事として指導に当たられるようになってから諸方の僧が万子禅師の教化を慕って雲のごとく集まってきた。禅道内で修行する者だけですでに1000人になり、このため道外の僧も5、600人必要となり経費が増大した。そこで事務を司る役位の僧が万子禅師に申し出ていった。寺の計上費は1000人分しかありませぬ。ところが多くの僧が集まってきましたので費用不足となりました。道義上いかがとは思いますが、なんとか余分の僧を他の寺へ回すようにしてはいただけませんかと。
という話であります。その時代の禅の道場の盛んなることがよくわかります。そんなに大勢の者が集まって修行していたのです。千人分しか養えない状況で1500名が集まってきたらどうするのか修行僧たちに質問してみました。千人分を1500人に分けて一人分が少なくなっても耐えて修行するという意見が多くありました。寄付をお願いに回るというのもありました。消防現像随文記には、ところが万子禅師の言われるには、人はそれぞれ皆口を持っているのだ。お前が関わったことではない、心配するな。と。というものなのです。口があれば何とか食べて行けるというのです。原文は、人人皆口あり、何時が字に預からず、嘆くことなかれというものです。理論を超越したところであります。大森宗玄老師が剣と禅の道場を建てようとして遠山満王に相談したところ、遠山王は、君は道場を建てて人が一人も来なかったら一人で竹刀を振っておれ、誰も来なくてもいい一人でやっておれ、昔から正しいことをして飢え死にした者はいない、正しいことをすれば必ず天が餌食を与える。だから君は正しいことをして飢え死にした元祖になれと言われたそうです。大森老師はこれはひどいことを言うなと思ったが、自分の尊敬する人の言われたことだからその通り忠実に守ってきたと老庵経講話に書かれています。かの有名な画家ミレーもなかなか売れない時代が長かったのだと先代の館長に聞いたことがあります。その日の食べ物にも困っていたとか、かつては生活のためにラフを書いていたそうなのです。しかしある日町に出て自分のラフ像を見た人がこれは誰の絵かと仲間に聞いていて、仲間がこれはミレーと言ってラフばかり描いている画家だと答えるのを耳にして、ラフを描くのをやめてたとえ生活に苦しんでも自分の納得する絵を描こうと決心されたというのであります。関谷大筒老師はその著クエナンダラクーナゴマショボに、自分は僧侶として好きなことをやっているのだから、一握りの米もいただけなくなったら誰を恨むでもない、その時は心静かに飢え死にすればいい、高祖以来みんなその覚悟で来られたからこそ今日の禅門があり、禅僧と言われる人はその祖父を慕って仏門に入ったはずである、とこう書かれています。八木重吉が神の道という詩で、自分がこの着物さえ脱いで小敷のようになって神の道に従わなくてもよいのか、考えの末は必ずここに来ると歌っていますが、衣食のためではなくそれらを投げ打っても道を求めるのでなければならないのであります。それでは姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかり踏みしめます。この大地には支えられていると感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチ10センチスーッと持ち上げていってストンと落とします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろして、最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、
と吐き出して口を閉じますと、鼻から自然と新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。